東京郊外にある町、ビロード町。この町のビロードウェイと呼ばれる通りは、多くの劇団が拠点とする演劇界の聖地となっている。この町で日本一の劇団を目指し、日々切磋琢磨する満開カンパニー。劇団員はかつての栄光を取り戻すため、今日も有楽町のとあるスタジオで稽古に明け暮れるのであった。監督、俺たちを咲かせてください。満開ステージ A3 ラジオ。今回稽古に励むのは夏組瑠璃川雪役宮崎優斗、秋組兵藤十座役中村太郎と、冬組雪城あずま役上田寛大です。イエイイエイ。さて本日も有楽町のとあるスタジオからお送りいたします。今週は夏組、秋組、冬組から一人ずつですね。はい、そうですね。久しぶりでございます。久しぶりです。久しぶりやね。久しぶりだね。久しぶりですね、少し甘噛みをしてしまったんですけど、バレてたかな。いや、俺もちょっとニヤッとしちゃった。なんかやっても緊張しますな、このオープニングの。オープニングしちゃう、はい、しちゃう。すごい。いや、ラジオの情報中僕チェックしてるんですけど、うん、AST ラジオ皆さんどれぐらいぶりなんですかね。結構ゆうくんとか久しぶりなんじゃないですか。もう最後夏組単独公演の打ち上げパーティー後の記録なんで、もうがっつり半年以上空いてますので。ほんとだね、はい、そう考えるとすごい空いてるね。聞かせたわらばす。あ、それで太郎は秋田終わりか、はい、そうですね。僕は単独の打ち上げパーティー後の5人のやつ以来ですね。そっかそっか。神田くんは最近やられてたんでしょ。そう、上ちゃんと涼星と、はいはい、あー見た。そう、冬組で3人でやったぶりかな。いや、だからあれっすよね、ちょっと謎面と言いますか。そうそうそう。謎面だね。まあでも、はい、みんな一回やったことあるね。俺初めて出た時太郎一緒だったし。そうですよね。僕も、うん、だからゆうくんとは夏団で一緒で、ゆうくんと神田くんは僕も春団一緒で、でプラスラジオも一回一緒にやったことあるね、はい、あ、そうなんだ。ラジオやったことあるんだ二人。へえ。あなたともやったことある、ね、いや僕とはだって一発目一緒だったから。そうそうそう、初ラジオの時。そうそうそう、楽しかったですね。ね、結構楽しみたいな。そうですね、はい、はい、こんなメンバーでお送りしていきたいと思います。さてこの後は監督からのメールにお答えします。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。満開ステージ A3 ラジオ。この時間は夏組瑠璃川雪役宮崎優斗、秋組兵藤十座役中村太郎と、冬組雪城あずま役上田寛大の3人でお送りしています。はい、それでは今回も監督からいただいたメールにお答えしていきましょう。よっ、よいしょ。ではラジオネーム天才ポエマーさんからです。いや、はてながついてるから尖った、尖った、はい、ラジオネームですね。あの、おそらくうちのあのね、彼があれなのかもしれないですけど、はい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 、言いますね。はい、私は仕事のオンオフがあまり得意ではなく、休みの日に仕事のことを考えて疲れてしまうことがあります。はい、皆様は役から切り替える時やおすすめの休日の過ごし方などあれば教えてください。おー、どうなんすかね。結構聞かれることはありますけどね、うん、でもなんだろうな、おすすめの。僕は結構オフにもがっつりオフにしちゃうかもしれないです一回、うんうんうん、もうだから好きな、それこそ先輩とか友達とかとご飯食べ行ったりとか、はいはい、家でなんだろうな、絵描いたりとか、すごいなんか自分の時間を大切にして、うん、しちゃうかもしれないです。だからその時は舞台とか見に行きたくない、あんまり。あ、オフになった瞬間はね、なった瞬間はなんか逆にこう無にしたい。確かに。一回自由になりたい。なんか、例えばその作品が続く時とかに、はい、一日ちょっとリフレッシュみたいな、その切り替える日みたいなを作るかも。あ、そうですよね。なんか同じかもしれないです、僕も神田君と。どう、ゆう君。俺もでもそんな感じで、もう一日あのスパにこもって、スパ、スパ、はい、スパに。風呂場ってことですか。風呂場に行って、あ、そういうこと、ね、風呂場に行って、外の自分家のお風呂。
あ、自分家のお風呂もそうだし、あの岩盤浴に行ったりだとか、したりとかして、あとはそのスパでちょっと美味しいお料理を、うん、あのいただいて、うん、あのちょっとそういうプチ贅沢をしてもうフレッシュに切り替えるっていうのが、岩盤浴行ってみて、岩盤浴行きたいですよね。確かにいいですよね、うん、僕行ったことないんですよ、俺もない。じゃあぜひおすすめの岩盤浴あるんでじゃあ3人で行きます。はい、ぜひ。さっきね、でもスタッフさんにぎこちないって言われて、まだ温まってない感じが、温まってない感じ、はい、今徐々に温めて、今からねどんどん温めていきましょうよ、はい、じゃあ次の質問でもいきますか。はい、はい、お願いします、はい、じゃあ俺から行こうかな、うん、じゃあねこれにしよう、うん、はい、東京都ラジオネームオルさん、ひらがな2文字オルさんからです、はい、ありがとうございます。エーステが大好きでいつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私は母のことをおかかと呼んでいるのですが、うん、おかかキャストの皆さんは変わった呼び方をしたことされたことはありますかという。はあ、ふりかふりかけ初めて聞いた。何種なんですか。神田くんなんて呼びます。ちょっとすごい気になる。おかーって。え、一緒。僕もおかー。一緒。一緒です。あ、マジ。おかーです。あ、ほんと。なんで、なんか楽なんですよね、おかー。なんかわかんないけど、お母さん、お母さん、おかー、おかーみたいな。それ楽なんですよね、おかー、ちょっとそれ取ってみたいな。そう、わかるわかる、すごいわかる。わかりますよ、すごいわかる。一回止めない感じ、流れでいける感じ。あ、そうそうそう、ね。そうなんですよね。お二人は、ママって呼んでた時期とかってあるんですか。幼稚園の時はあったかもね。あ、しかした。なんか、お母さんって呼びなさいって言われてるのに、はい、友達がママって呼んでたから、あ、なんか、あ、ママってみたいな。ああ、なるほど、ママでまだいいんだっていう、うん、でも僕その神田くんの要素でちょっとうち面白く、俺面白くて多分変わってて、うん、お母さんがおばあちゃんをママって呼ぶんですよ。だから俺はばあちゃんをママって呼んじゃうんですよ。なるほど、今でもですだから、あ、お母はママなんですよ。おばあちゃんがママなんですよ。ママからその違う名に切り替えるタイミングが難しくて、なんか変にそのお母さんっていうのもなんかこっぱずかしくて、もともとはママだったんですか。もともとはちっちゃい頃はママで、からなんかそのタイミングを見せてしまって、なんかそのなんかあの次の段階はもう名前で呼びますね名前で呼んでるの。名前で呼ぶようにしちゃってて、お母さんを、はい、お母さんを。そうですね。じゃあちょっとあのお母さんにあのちょっとそこのあのなんか取ってくんないみたいな感じで今ちょっとやって実際に呼んでる家の感じで、うん、ちょっとめぐみちょっとティッシュ取ってくんねってああめぐみって言うんですけど。めぐみなんだ。はい、めぐみ呼びがうちの弟もいるんですけど、うん、弟もめぐみっていう。あ、そうなの。はい、へえ、そうなんですか。なんかすごい。でもまずティッシュは自分で取りましょう。あ、ティッシュじゃあ続いての質問に参りたいと思います。はい、ラジオネーム、お、ご担当者様、ごめんなさい、失礼しました。ラジオネームきつねさんですね。はい、はい、じゃあ読み上げていきたいと思います。失礼しました、はい、先日友人の誕生日がありました。お、友人はずっとアラサーになりたくないと言ってて、そんなに気にすることかなと思ったのですが、皆様ご自身の年齢、キャラクターとの年齢差などで悩まれたことはありますか、ということでございますけども、うん、すごいナイーブな質問だね。どうしたんですか、神田君。何もないよ別にやはりその何ですかね、 A3 あの満開カンパニー、割とその演じるキャラクターとの、はいはいはい、あの自分自身との、はいはいはい、キャストとの年齢差が開いている方だったりとかは、うん、そうですね、あの割と多い印象を受けるんですけど、神田さんはもうあれですよね、東さんも年齢不詳という面から、そう。いやでもどうなんですか、でも演じるにあたってなんかやっぱどういう気持ちなんですか、年齢不詳っていうのは。年齢不詳でいるってことは自分も年齢不詳でいたいよね。逆に正直逆にさ、いやでも本当に神田さんのご年齢でこの肌のピチピチ具合の人もうそういないですよ。いや俺も最初お会いした時そんなに、なんだろう、俺同世代だと思ったっすもん。年齢を調べないじゃないですか。あ、本当。会うときに皆さん、みんな本当？本当です。一回もう肌年齢計測してほしいですもん、神田さん。あ、そんなのできんの？多分できると思います。アパートとかでね。全然質問からずれて肌年齢いやいや全然。なんかでも太郎にまず褒め、なんか太郎が褒めてくれたのがすっごい印象とか謎だったんだけど。はい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 。ふくらはぎ綺麗っすねって言われたの。いや何言ってんだろうと思って俺。違うんですよ、僕ね本当にこれ、うん、いい意味でも悪い意味でも男女の、うん、
だ男の方も女性の方も人間の足ってものが好きで、で神田くんの足見た時にめちゃめちゃ綺麗だなと思って。タロちゃん足フェチだよね、めちゃくちゃ。そうなんですよ、男も男性も女性も好きなんですよね。まだ出会って10日も経たないぐらいで稽古場で足のマッサージされましたの。覚えてます今。本当？いい筋肉してるねって。ああそういうことね。そういうなんかすごい揉まれたイメージが。でもそっか、キャラクターの年齢か。でも僕は10座っていうか A3 が結局なんかその年齢を重ねてくれるじゃないですか、うん、キャラクター。ああそうだね、だからこうやっててこう一緒に成長していける感じがすごい素敵だなっていうふうに思いますね、はいはいはい、すごいでかいですよね。ユウに関してはさ、はい、実年齢とさ、まあ、中学生だよね。そうですね、中学生なんで。だからギャッツリ開いちゃってますので、うん、もう童心を掘り返すように。おう、なんかでもやっぱ稽古場に立つときはすごい若返った気持ちで芝居ができるので、また幸せな気持ちで臨めますよね。それもそれで。ということで皆様からのメールは以上になります。引き続き監督からの質問をお待ちしています。どのキャストが出演するかは分かりません。キャスト全体への質問を送ってください。はい、メールが採用された方にはエーステラジオスペシャルステッカーをお送りします。おお、名前と住所を忘れ、噛んじゃった。名前と住所を忘れずに書いて送ってください。メールアドレスは msa3@allnightnippon.com、 msa3@allnightnippon.com です。はい、お願いします。それではここで一曲お聴きください。満開ステージ A3 ウィンター2020メインテーマで、エンジェルスノー。風が僕をいつの間にか大人にしてた。孤独だけが降り積もる泥だらけの雪だるま。怖くて見せられなかった隠してた心の弱さを、笑わずにぶつけ合えた場所。そっと手を伸ばせば届く距離にみんながいて、嬉しくなったんだ。冬が寒さを増すのは、寄り添えるためのプレゼント。今夜は少し飲もう。ほろ酔いで語り合う、頬が赤く染まる素敵な帰り道。夜空FM93AM1242 東京有楽町にある日本放送からお送りしてきた満開ステージ A3 ラジオ、エンディングの時間でございます。はい、はい、もう終わりか。相変わらずあっという間だね。そうなんですよ ね、 なんですかね、いつもあっという間の感じ、不思議だね。なんかこうやって対面して人の目を見て喋るって難しいですね。どうしたの？もうね、本当久々に言うの、あのワードチョイスが好きだからさ。いや、わかります。僕もやっぱ面白いね。大好きです、ゆうくんの。面白いっす。また少しずつ平和な日常が戻りつつある、うん、はい、そうですね、中で、はい、またね、平和な日常ね、祈りながら。なんかもう自分が何を言ってるか分からなくなってきたんですけど、そわそわしてる。単純に人と喋る、人とっていうかね、こうみんなで喋れたのが嬉しかったですね。いいよね。はい、ということでですね、はい、番組ではあなたからのメールをお待ちしています。
受付メールアドレスはすべて小文字で msa3@allnightnippon.com msa3@allnightnippon.com 3は数字の3です。番組の感想や出演者への質問を募集しています。キャスト全体への質問を送ってください、はい、番組のツイッターアカウントは msa3_radio です。番組でメールが読まれた方、番組のツイッターアカウントをフォローしてハッシュタグハッシュタグエースラジオでツイートしてくれた監督の中から抽選で番組公式ステッカーをプレゼント。メールには名前と住所を忘れずに書いてください。はい、番組ホームページではスタジオの写真はもちろんこれまで放送した番組もアップされています。 ASD ラジオで検索してご覧ください、はい、告知になります、はい、満開ステージ ASD ウィンター2020は8月16日日曜日より天王洲銀河劇場で行われます。イエーイ、いや楽しみですよ。やっとだよね、すごい見たいですね、早くね、はい、そして満開ステージ A3フォーシーズンズライブ2020は9月17日木曜日より東京ガーデンシアターにて行われます。イエイイエイ。そしてですね、グッズ第2弾の事前受注通販は7月15日水曜日までです、はい、詳しくは満開ステージ A3 のオフィシャルサイト、この番組のホームページをチェックです。はい、ということで今回のお相手は夏組ゆりかわゆき役宮崎優斗、秋組兵藤十座役中村太郎と冬組雪白あずま役上田寛大でした。バイバーイ。